はい、ザキメチャレンハル99です。今日ご紹介するアイテムはこちら、悪魔の針ですね。私トリックテイキングゲームは結構好きですね。まあ変わったですね、いわゆる変態系というトリックテイキングゲームは結構好きで集めてるんですけども、これはその中でもまた非常に変わった味わいのトリックテイキングですね。今日はこちらをご紹介してみたいと思います。はい、中のコンポーネントですけどもですね、プレイヤーをですね、示すですね、マーカーですね。まあ、どのプレイヤーがどの色かっていうのを示すマーカーです。これちょっと後で出てきますけども、このコマと、トリックテイキングゲームなんですけども、このゲームですね、3ラウンドやるんですけど、ラウンド1に使用する自分のビッティングマーカーで、ビッティングカードですね。まあ、何トリック取るかっていうのを設定するんですけども、まずラウンド1、ラウンド2、ラウンド3で、まあ、この3セットあるわけですね。まあ、このうちのですね、まあ、何トリック取るかっていうのをこれでビッティングするということをやっていきます。あとはトリックテイキングゲームなので、4色ですね、緑、紫、黄色、青ですね。この4色です。まあこれもなかなかね、日本人選ばなそうな4色ですけども、これがですね1から15まで選べます。まあこれはあのプレイの人数によってね、プレイする人数によって何枚まで使うか、いくつの数字まで使うかっていうのはまあ変わってきます。まあ、肝心のプレイなんですけども、まあちょっと非常に変わっていまして、はい、ちょっと便宜上ですね、あとは分かりやすいと思ったんで、ちょっとマスキングテープでちょっと十字を切ってみましたけども、場にですね、カードを出すところが4箇所あるんですね。自分の手番になったら、このまあ4箇所のまあどっかに出しなさいっていうことになってて、必ず手番にカードを1枚プレイしなくちゃいけないんですけども、まあどこにもない状態だったら、まあどっか出しますと。まあ、出すとね、出すと、例えば自分が赤だったら、まあ自分が置いたっていうのをまあこうやってマーキングする。まあ誰が置いたカードかっていうのも分かるんですね。で、次のカード出すときに1枚目っていうカードと同じ色でなければそこには出せませんので、違う色であればまあ違うところを出すと。まあこういう形なんですね。で、出した人がまた次の色を置いとくと。同じ色のカードを出したいときには、まあ空いてる場所があれば空いてる場所に置いてもいいし、同じカード1枚目のやつと同じのがあれば、まあそこに置いてもいいと。1枚目と同じ色で数字が大きければ、その人が勝つので、まあ3人目がピンクにすると3人目の人が今勝ってますよということで、まあ誰が勝ってるかっていうのも示すマーカーになるわけですけど、こんな風に置いておくと。まあこうやってゲームを続けていくわけですね。今ない色ですね。今ない色を出したいっていう時には、もう空いてるところに絶対出さないといけないので、空いてるところある限りは必ず空いてるところに出しましょうと。こうやって4箇所埋まってしまった時に、例えば黄色を出したいなと思った時には、黄色はここどこにもないんですね。どこにもないので、まあどこに出してもいいと。逆にどこに出してもいいということですね。当て札にこの時緑とか紫とか何があるかと別に関係なくて、出したい札が場にないんであればどこに出してもいいと。逆に出したい札がどっかにある子がありますよね、あるんであればそこを出さないといけないと。で、色が違うやつを出してしまったら、これで同じ数字なんでちょっと変えますけど、1枚目と同じ色じゃないのを出してしまったら、いくら数字が起きても、例えば元が黒であったら、後から赤の人が出したとしても、まあ、関係ないと。同じ色であることが絶対条件なので、まあ、色が違ってれば、一番強いっていうのは変わりませんよ、という形になってですね。自分が手札を出したいときに、すでに場札で出ているものがあれば、これ2枚目黄色でも1枚目は青に変わらないので、1枚目っていうと同じ色があれば、そこにしか出せない。で、逆に言うと今だったら、同じ色のところが青2箇所あるので、まあ、こっちに出してもこっちに出しても構わない。これ15なんで、まあ、こっちには出しますよって言ったら、まあ、出した人は強くなると。なので、ノクと。こういう形になるんですね。ここが、ちょっとこのゲームルールややこしくて、いろいろな解釈があるようですけど、私はまあこういう解釈でプレイしました。で、空いてるところがあるんであれば、例えば黄色を出したいなと思ったら、空いてるところがあるんで強制的にここしか出せないと。空いてると置けるところがあるんでね。どうしても置いてるところがなければ、どこに置いてもいい。で、こういう場所だと、4色出てるんで、黄色、青、緑、紫って出るので、まあ絶対そこに置くしかないですね。まあどのカードか出すかは自由ですけど、絶対どこかに置くしかないと。まあこうなってます。1箇所のところに4枚。4枚ね。4枚カードが溜まったら、4枚カードが溜まったら、その時に一番強かった人っていうのがこれを全部引き取って、これで1回勝ちということになるんですね。で、ここが空きになるということです。で、これを何回勝つかっていうのを、あらかじめこのゲームは一番最初にやった、これで最初の秘密裏に設定しておくと。いうことになってます。だからこれで何回勝つかっていうのを設定しておいて、まあ自分の設定した数に近ければ、まあこれ必ずしも当たれてなくてももらえるんですけども、まあこのポイントがもらえると。これを1ラウンド、2ラウンド、3ラウンドってやって、最も合計値の人を勝つということですね。で、カードをだんだん出していくとね、まあどんどん入れ替わっていって、一番最後になんか中途半端で余ったやつは全部そのまま流れてしまうと。
その間に勝ったやつが何回あったかっていうので決まると、まあ、こういう仕掛けになってます。で、いわゆる一般的なトリックテイキングゲームだと、例えばここに出したい時に緑のカードがあれば緑を出さなくちゃいけないマストフォローのルールなんじゃないかなと思うんですけど、このゲーム、まあ、ルール解釈あると思うんですけど、私の方が、まあ、ラベンさんの英語のルールとか読んだ限りには、ここに緑のカード持っていても、これ緑、紫、黄色、黄色なんで青の台札がないわけですよ。1枚もないんで、青だったらどこでも出せるので別にこう出しても構わないと、まあ、こんな風に読めたので、まあ、こんな風にしてプレイしています。で、これがなかなかね厳しくってね、例えばこう1箇所空いてる状態だと、例えばこの時に青を出したいなと思ったら、青を開けるところあるんで絶対侵されちゃうんですよね。で、侵されると、変に侵されてしまうと、まあ、ここ自分が1枚目だったら必ず強くなってしまうので、まあ、うっかり勝たされてしまって、まあ、自分の予期してないのに勝たされてしまうとかね、まあ、この辺のどこか1枚目と合うのであればそこに出さなくちゃいけないっていうところがね、なかなかこの4箇所もあるのでね、なかなかコントロール効きづらいところだなというふうに思ったりします。で、また通常のトリックテイキングだと同じところに何回も出すことはありえないんですけど、自分の手番が回っていた時に最初自分がここを始めたとしても、また出してもいいんですよね。出してもよくって、また出してもよくってって、4枚溜まればこのとこ決算かかるってことだったので、まあ、自分の場にどこを出してもいいっていうあたりは非常に変わっています。しかも変わってるのはさっき4枚になればこの決算になるって今喋ったんですけど、このゲーム5人までプレイできるので、5人までプレイできるのに1箇所につき4枚ね、4枚カードが溜まったら決算が始まって、これ誰かが勝っちゃうんですね。1回勝ちましたよっていうところで、持ってっちゃうので、1枚も出さないうちに決算になるところもあるわけですよね。ああ、いいのが出たなと思って、あの色出したいなと思っても、自分の前の前なくなってしまうってこともあったりするので、まあその辺がね、なかなか不思議な感じにできてると思いますね。一般的なトリックテイキングの感じで言うと、ちょっと変わった感じになりますけど、まあトリックね、一定のカードの集まりがトリックなので、それを取っていきますよっていうジャンルだと確かにトリックテイキングと言えると思うんですけども、4枚同時に、4箇所ね、4箇所同時に進んでいて、自分の出したい台札が1枚目とマッチングしてたらそこに出さざるを得ない。で、空きがあるんであればマッチングしてでもそこに出してもいいし、どこにも台札が1枚もない、これだと青がないのであれば、じゃあどこへ出してもいいって、この変わったね、本当に変わったトリックテイキングのね、やり方がね、奇妙な感じを受けますね。あと1個ね、最初説明しなかったビッティングの仕方ですけども、さっき言ったこの3枚ね、1、2、3ってやつはこうやって伏せとくんですよ。最初にこの横並びで、で1回勝ったら左端から、じゃあ1回勝ちってこうめくるわけですよ。じゃあ3点もらえるんですね。でもう1回勝ってしまうと、この2枚目がめくられて1枚伏せちゃうんですよ。こう1点になっちゃう。でもう1回勝つとこっち開いて2点になっちゃう。でもう1回勝つとこう3点になっちゃうということがあるので、3要は一番大きい数字が見えてる人にはもう1回勝たせてあげれば絶対点数下がるんですよね。なので何回勝ったか、必ずまあ1回でも勝てれば点数もらえるんですけども、こうパタ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 とね変わっていくので、一体いつ勝つのか、もう1回勝った点数下がっちゃうのかするのか、こう並び方は自由なので、1回2回目、まあ、もう一回3回向かっても1点しかいらないやっていうね、まあ、こういう風に選んでもいいんですけど、まあ、1回目は1、2、3、2回目は2、4、6、3ラウンド目は3、6、9ってだんだん点数大きくなっていくんですけど、芸能人クジみたいになってますけど、まあ、ここのね、かけ方も、まあ、1ラウンド目練習のつもりでもちろんいいと思いますけども、なかなか面白く出来上がっていて、このね、プレイヤーのね、コントロールする札が、いつ、どこにどうこう出すかっていうことが非常に考えるのが面白いと思います。まあ、この仮想の4箇所っていうのは分かりにくいので、まあ、こういうふうにマスキングテープで貼ってればね、まあ、非常に分かりやすいわけですけど、実際これ多分、ゲーム会の時はないでしょうから、まあ、このあたりが面白く仕上がってると思います。はい、というわけでですね、まあ、あくまで針のご紹介でございました。まあ、トリックテイキングゲームって捉えるとね、ちょっと一般的ではないので、まあ、ちょっと、かさすかしっていう感じがあるかもしれませんけども、まあ、普通のね、カードゲームとして、まあ、4つの同時の場にカードを出して、何回取れるかなっていうのを、まあ、設定していくっていう、どっちかっていうとカードゲームよりっていう感じで、もうちょっとね、ファミリーゲームに近い方で考えた方が、このゲームはいいんじゃないかなというふうに思います。で、動画の途中でもお伝えしましたけど、ちょっとルールのライティングがちょっと本家のドイツ語の方からちょっと甘かったみたいなので、ボードゲームギークあたり見てもちょっと混乱してる風が感じたので、ひょっとしたら私が今日喋ったルールは違うかもしれませんけども、まあ、最終ね、プレイするときにはね、ぜひまた最新のルールとですね、これちょっと確認してもらった方がいいかもしれません。私は今日喋りましたのは、ラベンスバーガー社が英語で出しているルールを元にですね、自分で翻訳したルールに基づいて喋りましたので、ちょっと他で流通しているルールとは違うかもしれません。その点はご注意ください。はい、というわけでですね、ラベンスバーガー社のですね、一風変わったトリックテイキングゲーム、悪魔の針のご紹介でございました。ザ・ゲームチャンネルの春99でした。はい、今回の動画お楽しみいただけましたでしょうか。ザ・ゲームガイリーチャンネルですね、様々なボードゲームに関する話題をお届けしております。 YouTube の方はですね、チャンネル登録の方をしていただけますと、私が動画の方を登録しますときにそれがですね、素早くお伝えできるようになっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ザ・ゲームガイリーチャンネルの春99でした。